ということで引き続きよろしくお願いします。今日は前回が多分ねウェイトを使って、うん、まあシーズン中でも筋力トレーニング積極的にしましょうというところだったと思うんですけど、今日はもう少し筋力トレーニングとパワーのところですね、まあ基礎的な筋力の土台というよりかはそれを使うっていうところを意識したウォーミングアップをしていきたいと思います。はい。でこれをやるときは坂ダッシュだったりだとかスタート練習、うん、少し自分の中では設置時間が長くなるようなローパワーのところからその二次加速ぐらいのところの練習をするときにこういうアップを入れたらいいんじゃないかなっていう風にやってるところ、よろしくお願いします。ダッシュで行こうぜ。この X バー使ってやっていくと思います。言ってしまえばデッドリフト専用バーみたいな感じ、うん、デッドリフトってこのあれだね、しゃがんでこの下からバー節で上げてくる、ハムケツあたり、ハムケツあたりなんで、何が違うかっていうとこれでちょっとだけデッドリフトしてみて、はい、しゃがむ時にバーがまっすぐ上がりづらいんですよね、はい、あくねくねしちゃうというか、はい、あとここ今膝とすねに当たってる感じ、はい、できなくもないんだけど体の遠くをバーが通ってくるのでこうやる気みたいな、そうそうそう、やりづらい、じゃあ今度こっちも、はい、でそのまましゃがんで、そうでまっすぐ上がってくる、まあ、下から上に上がってくる、これだともう反り腰はあんまり、前回の動画でしゃがんだ時にすっごい反り腰やってたんで、これだといいポジションに入りやすいので、人によっては股関節の屈曲伸展トレーニングも、まあ、スクワットよりもこっちの方がいいっていう形で、まあこれをやっていきます。一応なんか、シャフトの方が、まあ、ベンチプレスしたりスクワットしたりバックプレスしたりっていう汎用性はあるんだけど、股関節屈曲伸展トレーニングに特化してる、最強最強これはメインに使いながらパワー系のウォーミングアップ、やった刺激入れをしていきたいと思います。お願いします。スタンスはまあ肩幅ぐらいですね。あ、重い。あ、そう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 、あ、いいね、いいね、こういいね、これこれ、そうで、これの時にポイントはここの股関節の付け位置をしゃがんでって、これ指挟むの分かる、ここ、はい、挟んでるでしょ、はい、この状態をしっかり作る、でこれが背中側が 丸めてみて、そうするとここが抜けちゃうんで、ここをまっすぐしてここ挟む、うん、素晴らしい。でこれが正面向いた時に、うん、なくなる。でちょっと重りをせっかくの、うん、なんとですねこれつける時にこうガーッてなって万が一があるので、この西さんの強力なパッドを守ってくれる守ってくれる万が一落ちてもまあ多少は多少は大丈夫、うん、そうです。スクワットとかよりもこきついっす。そう、はい、でもう屈曲なくして進展はない、だからしっかりこの屈曲のポジションを作ってここがグッと上がっていく、それを多分やりやすい。でこれがまあ基本的な動き、こうやってすごい分かりやすいんだけど、ただこうやってずれてきちゃうんだよ、プレートが、でそうするとプレートが外れたり思わぬ怪我につながったりするので、ちょっと重くなっちゃうんだけど、プレートのカラーをつけて、ちなみにここにラリランサのやつはこれ 2.5 でしょ。 2.5 っす。でこれつけるとプラス5キロになっちゃう、プラス5キロ、安全性を確保してください。ダッシュで行こうぜ。で同じようにこのまま、Xバー持ってこれ上がったのが落ちて、置いて、おお、レベル上がりましたね。何回か屈曲伸展意識を作って置いて、よし、次で置いたし、そう、意外といけた、意外といけた、結構いけると思うちょっと遅い。そうで、今のめっちゃ分かりやすくて、今のはせっかく股関節屈曲を使ってたはずなのに、置いた後にもう膝だけこうやって飛んで、お尻を引いて屈曲位から伸展でビヨンって飛ぶのができてる。で伸びてる、縮み込ませて伸びてる、うん、で置いて、うーん、ちょっと惜しいな、ちょっと惜しい、飛ばそうとする意識は、飛ばそうとする意識はありました。片足、片足このまま行ってで戻して、ちょっ、うわあ、よし、両足は結構簡単なんだけど、はいはい、片足でどっちの方向に押せるか、バイオメガネス規定面っつって両足に立ってると安定する面がちゃんとあるんだけど、はい、片足だと急に狭くなるんだよ。そうすると不安定になるじゃん。だから不安定なところに一発でガスンって乗らないと反射って返ってこない。そう。左こっちこの辺。そう。そうそうそう。
で、こう行って出たしにしよう出たしにしよう。ダッシュで行こうぜ。で、今度は、はい、このボックスを使ってどんどんアクティブにこの上にジャンプ。なあ、連続、はい、2、はい、3、きっちり、5、1、2、3、4、5。これちょっと高いのか、足短いからですか。まあ、あ、そうだからね。あ、そうそうそう、うぜえ。よっさっきデッドリフトまではなんとなく2人分かってきて、でシングルになって分かりづらくなってきたので一回戻ります。今度は腰掛けます。シッティングでつま先、膝、肩が横に揃う。でその状態で地面にまっすぐ力を加えて、これに乗る。このままキュッジャンプ。いけるかーし。そうそうそう。あー、でこれをどんどんアクティブにしていく。プレス、プレス、足を浮かせて、そうそうそう、お前も、あ、そうおー、メディシンボールを挟んで、それプラス内転筋も使って、でボックスから降りて落ちるときに少し積極的にプレス。ついたときは曲がっても大丈夫。まあ、プレスしてればいい。そう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 、そう難しい。よっ、よっ、まあ、なんか、ああ、なるほど。長い、長すぎる。あっ、ロゲ、ロゴ。わかる、足首こねようとしてる。今度はチューブを使って行きましょう。お願いします。お願いします。ダッシュで行こうぜ。え、バンジーかペット。このチューブを使って、まあ、パワートレーニングの仕上げをしたいと思います。で、これハーネスがこう、肩にかけるやつと、これ後ろね、4つリングをカラビナでバチッと入れてもらえれば。うわあ、両足やん。おい、あっ、もっといくんだよ。うっ、そう、さあ、前に前に前に、グッグッグッ。これがあれば狭い空間でもバッチリ。この片足、ああ、あ、これきつい。何時ウォーミングアップでやるのランジとかスキップとか連続立ち幅跳びとかホッピングとか5段跳びみたいなのを、まあ、チューブをつけることによってかなり、ね、強度を高めてやることができます。で、じゃあ最後はもうたるんでるんで5秒間のランをなぜってみたいな。尺的に3節ぐらいになって、トラックがなくてもこれでできる。5秒前、3、2、1、ゴー。はい、3、2、1。はい、最後までご視聴これマジで危ないから危ない、止まる。めっちゃ恥ずかしい。でも、はい、3、2、1、ゴー。はい、はあ。
間違えた。いやでもね、これマジでチームきついから気をつけて。ナチュラルにアクシデント起きるというのはやっぱ TKD プロジェクトです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。